5月30日の日本ダービーで16着に敗れたディープモンスター、オス3歳立東池江康史受給者父ディープインパクトは、滋賀吉沢ステーブルエストに放牧に出て、秋は菊花賞10月24日阪神を視野に入れることになる。池江調教師は1日、力不足だった、また力をつけて秋にチャレンジしたい、菊花賞になると思う、この後は一息入れると話した。